ルーズソックスルーズソックスルーズソックスとは、もともとアメリカ合衆国で製造され輸出されていた、登山用の靴下、ブーツソックスを起源とし、日本の女子高生が学校の制服着用の際に白ソックスとして普及した、現在でもは、日本においては、若年の女子、主に女子高生の間で制服をアレンジしたファッションとして採用され、長期にわたる流行の後に定着した。 ルーズソックスという呼び名については、履いている靴下の状態がルーズであるからとも言われているが、語源や書質の正確なところは定かではない。ルースの発音はルーズではなくルースである。ルースの読み間違いである可能性がある。色は基本的に白。基本的に白以外の色を見かけることは少なかったが、その後黒色やピンク色などのルーズソックスも発売された。 ルーズソックスを履くのは、もともとは通学の際に制服を着用している。女子高生である。学校の制服と合わせて履かれ、ブレザー、セーラー服いずれにも合わせて履かれる。基本的にはローファーに合わせるが、スニーカー等に合わせることもある。ルーズや、ルーソと略されたりする。女子高生の間で流行すると中学生以下の女子や、 高校を卒業した女子にもファッションとして流行し私服と合わせたコーディネートも見られている。また、男性が彼女からもらい受けたルーズソックスをズボンの下に着用することもあった。女子高生の制服の一部としてのほか、ファッションやコスプレのアイテムとしても市場が拡大した。値段は500円から3000円程度だが、丈が長くなるほど値段が上がり、飾りなどのついているものも発売されている。 当初の輸入されたブートソックスは全くルーズでない頑強な木綿製の厚みとボリュームのある長さのある靴下である。ルーズに履こうとする目的のためにルーズに出来上がった靴下が量産され、普及するまでは緩みを仕立てる作業を各人が行っていた。この靴下を履いた足の格好はレッグウォーマーを身につけた緩んだ足元に似ている。一般的にこの靴下は通常より 大きな寸法の靴下である。着用に際しては、布を折り込んで膝を作り、靴下がずり下がらぬように靴下止めと呼ばれる、靴下固定用の糊を用いて湿下部に接着する。靴下止めは白玄が販売しているソックタッチが特に有名。1980年代中頃から女子大生ブームのセクシー路線に後押しされ、スカートを短くする女子中高生が現れ始めた。 1990年代初頭には日本の女子高生の間では制服のスカートを短くするファッションが流行した。より露出されるようになった脚部にアクセントを加えるために履かれるようになったのがアメリカのイジー・スミス社などの靴下メーカーによって製造、輸入されていた登山用の靴下、ブーツソックスである。ルーズソックスが本来のブーツソックスと呼ばれていた時期があったのかは 定かではないが、かなり早い段階で、ルーズ、ソックスと呼ばれるようになり、ミニスカの流行とともに急速に広がって、定着を見せた。ルーズソックスの発祥地域については、様々な説があるものの断定されていない。有名な説としては、宮城県仙台市を発祥とする説と茨城県、水戸市を発祥とする説の二つがある。いずれの説も、当地で、その後、 緩めて履くことを目的とする靴下が商品として定着し、それが東京や大阪などの大都市圏に波及し全国で広まったとされる。主に女子高生の間で急速に人気を得た。しかしながら、1987年末頃、東京都区内では白いハイソックスを恋にたゆませて履く方法が女子高生に広まっており、ルーズ、ソックスとして販売された商品が、 すなわちルーズソックスの祖であるとは言い切れない。ルーズソックスが最も流行した時期は、ポスト段階ジュニアが高校生だった1993年から1998年くらいである。1996年から1998年頃のコギャルブームには、さらに緩い形状をしたスーパールーズやルーズソックスのゴムを抜いたゴム抜きルーズなどの編集も生まれ、 中には200センチメートルという長さのルーズソックスもあった。また、ゆるさを出すため重履きなどもされた。それらのファッション性の強いルーズソックスは、進む学校の生徒にまで広く愛用された。もともと、ルーズソックス自体が多くの学校で高速等により規定されている白い靴下のため、紺や黒といった色の指定のある高等学校を除いて、全国津々浦々で、 このような状況は様々なマスメディアでも取り上げられ、ルーズソックスは女子高生の文化を象徴するものして注目を浴びた。また、このことは前日の通りだが、太ももを細く見せることができるというのも流行した。一つの理由だと言われている。2000年代に入ると、ルーズソックスを禁止とする高校が増え、変わって、今のハイソックスが台頭した。ただし、 高速の甘い高校では引き続き、ルーズソックスは着用されるルーズソックスを履く、女子高生が全くいなくなったわけではなかったが、それらの高校でも2006年頃には完全にコンハイにとって変わった。その後、ソックスの丈を膝上まで伸ばしたオーバーニーソックスも流行し、高校の制服と組み合わせた形でのファッションも一般的となっている。2010年現在、 一部では流行復活の動きがある。また、コスプレなどではセーラー服と並んで一般的なアイテムとなっている。世界的にはまだ流行過程にあり、当初登山用としてルーズソックスを売っていた EG ーースミス社も近年は女性向けソックスとして販売を続けている。なお、女子高生好きで知られる漫画家、東秀夫の作品。 スクラップ学園の主人公が手製のルーズソックスをしており、このファッションを先取りしているとも見える。2014年春頃から私服にも合わせやすい、短くカラフルなルーズソックスが売り出され始め、同年秋頃から再びブームとなった。ありがとうございます。